イルド・フランス地域圏、リブリーヌ圏のコミューン。メゾン・ラフィットは、セーヌ川左岸に沿い、サンジェルマン・アンレーの森の東に位置する。コミューン面積には、セーヌ川に浮かぶ、コミューン島も含まれている。サンジェルマン・アンレーの約 10km 北東、パリの約 18km 北西に位置する。県道 D308 が主要道路として、パリ・ポワシー間を結ぶ。 1843年より、鉄道のパリサン・ラザール・ルーアン路線のメゾン・ラフィット駅があり、ラー・エーセン、トランジリアン・エルセンの駅となっている。また、ラ・デファンスとの間を走るバス路線がある。メゾン・ラフィット城ロングンユ・ドーリー・メゾン・ラフィットについて、最初に記録したものは、820年前後のイルミノンオの多様祭壇画に遡る。メゾンとは、ラテン語のマンシオに由来する。 この記録は、イルミノンという名の修道士によって書かれたもので、543年に、クロビス一世のコキルデベルトが建てた、パリのサンジェルマンイコールデイコールプレ修道院の資産を識別するため意図して書かれた。しかし、多翼祭壇画に描かれたマンシャニス、ビラの名が、メゾンラフィットと符合するかどうか疑問がある。財産目録には、穀物の畑やブドウ畑が記載されていた。 川があるにもかかわらず、村には漁業に関する記載がされていない。村の名は長くメゾンシュルセーヌであった。メゾンラフィットの歴史は11世紀に明確となる。この時代以降、領主の邸宅の系譜を作成することが可能となる。最初の領主はニバールドセトゥイユカである。彼の故女フロア一世は、1060年から1066年まで、 サン・アンドリュー修道院にメゾン・シュル・セーヌの門を自由に通過する権利を授けた。また1087年頃にメゾン・シュル・セーヌのクロン・部修道院に教会を土地と武道と徴収した税金に一部や献金を与えた。現在もある教会の周囲に家々が集まって村が形成された。その周囲を墓地や被災官、急修道院、城が囲んでいた。メゾンの報道は ニバールドセトゥイユの子孫に受け継がれ、その後二人の名とゴークール家のジャン二世の手に落ちた。1602年、ジャン八世、ドロングイーユが分割されていたメゾン荘園を統一した。1629年に、後継者となったルネドロングイーユは、パリ高等法院の長であり、フランソワ・マンサールに命じて城を建てさせた。1759年に、 生殖者シャリーヌが人口を数えたとき、822人であった。内訳は、工作地の約40%占める、ドウ栽培農家であった。ロングイケの末裔が城と土地を手放した後、主となったのは、アルトアクであった。彼がフランス革命で海外へ逃亡した後、変遷を経て1804年に、ジャンランヌ将軍が新たな領主となった。しかし、将軍の死後、 未亡人はメゾン料を銀行家ジャック・ラフィットへ売却した。1830年から1831年までフランスの首相を務めたラフィットは退陣後に不動産取引のためメゾンの領地を分割することに決めた。1833年、旧社やその付属建築物がルパルク地区で大勢のバイヤーに建築材料を提供するため壊された。 彼は新たな通りや広場を設置し、既存の通りを軸として、幾何学的設計がなされた。ラフィットは新しい広場や通りに、フランス第一帝政にちなんだ名をつけていった。1838年には100個がすでに建っていたが、さながら、メゾンラフィットの素晴らしい眺めという広告を集めた、ハンガーのアルバムのようだった。これら多くの建物は、中流階級が社会的理想とする。 小さな建物であった。この新たな住宅地は、鉄道の到来に助けられ、より住宅が増え富裕層が移ってくるようになった。1882年、コミューンは、ジャック・ラフィットの姓を、コミューン名に加え、正式に、メゾン・ラフィットとした。2019年をもって、競馬開催を終了し、調教施設としてリニューアルする、メゾン・ラフィット競馬場があるため、コミューンは別名。 馬の町という。メゾンラフィットのルパルク地区は、コミューン面積の60%を占め、メゾンラフィット住民の約40%が暮らしている。リクスヨネアイーストリックでアンビロンで、パリジュドードアエメテピエロッチハと沢田康文の欧州リポート、欧州パターン委員会、今年の重症格付け発表6競争昇格 &8 競争降格。スポーツナビ。 2020年2月7日閲覧。ありがとうございます。